外とガール本日はいきなり東北産カルタ女王決定戦。うわー、いただきよう。そうなんだ。カルタってちょっと冬のイメージですけど、ね、あれー、今冬だよ、ね、そうだよ、ね、確かに。そうか、今冬か。そうです。そうだよね、撮影時期は冬です。撮りだめすごっ。あ、それ出してカルタをちょっと自作するとこから始めたくて。楽しい。紙から作るんですか。そうですね、前編と後編で。いや、めっちゃ乗ってくれる。カルタの内容は、いきなり東北産あるあるで読み札と取り札を制作してもらって、それでカルタをします。いや、楽しい。で、今日8人いるので、4人と4人に分かれてそれぞれ勝負して、勝った人、それぞれ1人ずつが最終的に決勝戦。うん、なるほど。はい、なので、まずはみんなでカルタを制作していこうかと思います。イエイ。はい。おもろ。なので、まずカルタを制作していこうと思うんですけど、東北産あるある、意外と知らないこともあると思うので、皆さんが読むのが楽しいカルタを作れればなと思います。はい、はい、ではやっていきましょう。楽しいかも。楽しい？楽しいかも。まだひらがなしか書いてない。書いた一個。あ、書いた。うん。あ、ゆなかわいい。苦笑い。苦笑い。一番じゃね。あ、一番じゃない。なるほどね。なるほどね。一番じゃない。可愛いって言ったから怒んないのって聞いたら、一番じゃないから大丈夫。一番ってつけたら、あ、なるほどね、そういうことか。別に可愛い人たくさんいてもいいけど、その人は二番かもしれない。さくら子供の世界エグいです。めっちゃ面白い。なるほどね。冗談か。可愛い。分かっとるわ。ライトガール暇。わかる。え、おもろい。書きなよ。やばーて。正直なところちょっと。絶対やばい。これさ、だって言った後にリライトガールやの暇つくね。わりま暇してんな。やば。言われてもできないことはある。人間だもん。好きなお。好きなお。面白い。いいじゃん。いいよ。じゃあやっちゃうか。できました。できました。長いこと。ね。では、まず4人4人に分けるんですけど。じゃあ真ん中で割りで。はい。じゃあカメラから見て左側のチームからやっていきましょう。はい。イエーイ。では第1回戦、いきなり東北産あるあるカルタスタート。個性出てる。いきます。はい、はい、余計な話が多いし長い。早い。やった。いきます。はい。ソーラン節踊りがち。早い。すごい。ソーラン節。それなんだ。待って、踊ったことないんだけど。いきます。はい。決めるの遅い。ライブの内容。はい。おお。すごい。あ、すごい。すごい。なんか結構あの悪口大会。一歩間違えればね、悪口大会。うん、楽しいね。うん、エクステをつけたのに誰にも気づかない。言うな言うな。あ、これそれなんだ。面白すぎて。面白い。
気づけよ。はい、行きます。切り替えて、はいはい、お店を9人で入れない、はい、はい、あ、違う、違う、あ、あ、あ、うわ、引っ掛け、引っ掛けだ。まだ知らないな。レンちゃんが最年長と白熱、白熱、盛り上がってまいりました。手相の結果、我が母思いでした。そうだったんだ。誰これ書いたの？マジで？どういうこと？マグリンが母思いの性格っていうので、そうね。言われてもできないこともある。ひなお、ひなお、ゲット、ゲット、ゲット。クイニーアマン販売中。早い。クイニーアマン販売中、販売中。ラーメンオピシャン。何それ。ラーメンといえばオピシャン。確かにね。ウサギ天使魔法少女。あー、さすがっす。かわいい。あと2枚じゃん。お、どっちにしようかな。褒めてくれないと伸びない。あー、おーい、早い。本当ですよ。褒めてくれないと伸びないよ。いかなる時は急に一緒。背が高いねって大人。
読み手いいかも。みんな魔法式にしよう。楽しいね。楽しい。読み手楽しい。お手玉方式でじゃあ浮かべます。せーの。やだな。わめき散らかした。
お手玉方式お手玉方式で、はい、それでは1位は誰でしょうか。数えましょう、せーの、代表そばに代表一木ひかるさんでした。おめでとう。あるあるがちょっとまた溜まってきたら第2弾を作って、はい、開催しようかと思います。今後あるあるもし何か思いついたら携帯にメモしておいてもらえます。確かに、なんかうちらが分かんなくてももしかしたらみんなからしたらこれあるあるだよとか、ライブの MC 中これあるあるだよとか、聞きたい、聞きたい、コメント欄にぜひ教えてください。待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。